みんな大変だ、新しいメッセージが届いたぞ。はじめ社長、お皿に水と卵、殻を割らないよう入れてレンジで温めると爆発するみたいです。やってみてください。最近さ、こういうメッセージが多いんですよ、コメント。遊戯王のウルトラレアを燃やすと爆発するらしいです。やってみてください。は？はじめ社長、ヨーグルトにメントスを入れるとものすごいことになります。やってみてください。あ、あのさ、こういろいろ何かやってみてください、やってみてくださいって言われるのはとてもありがたいんですよ。本当にすごいいろいろ言われるんですけど、僕はですね、そういう一個一個さ、全部さやります。まあ面白いと思ったやつだけですけどね、やってみたいです。やってみたいんですけど、本当に僕がなんかやりたいなって思ったことだけはね、やってみようと思います。はい、というわけで今回はですね、たまもー、またたまもですよ。今回はこのたま、あ、この叩かれないように言っておこう。賞味期限は切れております。この卵をな、今もうここに水ちょっと入れてあるんだけど、卵をな、水の入ったお皿にこう入れて、これをレンジでチンすると爆発するっていう情報を得たんで、やってみようと思います。これもな、ちょっとな、信憑性に欠けるんだよな。デマが多いからさ、ちょっといろいろと、いろいろもう何を信じていいか分かんないんですよ。やってみようと思います。はい、というわけで早速ね、汚ね花火を打ち上げようと思います。はい、一応お皿に卵、水と入れてあります。でもやっちゃうからね。俺はね、一応ね、まだ信じてないんだよ、本当になるかっていうの。こんなことで、こんなことになったらもう世の中のもの何でも爆発するからね。おい、ならないぞ。デマかー。こんな、だってこんなことで爆発とかしないっすよ、普通。最近デマが多いんだよな、マジで。今回こういう失敗になっちゃったんですけども、まあこういう今回メッセージ性のある動画を作りだと思ってます。やっぱこういうデマ情報を流すのはあんまりよろしくないな。やっぱ実際に真似しちゃって、こういろいろ危ないこともあるし、うわー、本当でした。あー、卵、卵、あー、あー。